違う、ね、ドラゴンクエスト8やりまーす。ドラゴンクエスト8縛り実況、実況シャルエテポンゲです。やっていきまーす。なんかこうバシッとくるさ、バシッとくるこのオープニングの感じがね、もう2年以上実況やってるけど未だに見つからないよね。はい。で、今日はねだいぶ今日は思いっきり進めていきます。もう一切タバコ休憩なしで、うん、それがね禁煙につながるんじゃないかな、うん。で、今回はレイドンの塔に向かいます。はい、今回レイドンの塔攻略です。で、なんか石の剣をそのこれレイドンの塔の入り口に刺せば扉が開くって言ってたんだけど、これねなんか装備できるらしいのでね、ちょっと渡してみましょうか。弱え弱えよ弱えよ、いらねえよ、いらねえ情報だそれ。はい、コメントありがとうございました。あとね、ヒノキの棒とかはね、その最初の町、トランペッタの近くの敵が落とすよって教えてもらいました。その、アイテム回収、道具回収の動画はやらないんですかって言われたけど、まあ基本的にはね、もう結構積みそうになってからかな、そういうのをするのは。うん。レベル上げとかもね。だから、まだね、今のところ、ドルマゲス倒してから、これといったピンチはね、ないので、このまま進んでいこうと思います。ちょっと現状確認しとくね。ハイブーメラン、旅人の服、革の帽子、高血の腕は、クロスボウ、騎士団の服、キトンシールド、理性のリング、なんか足りないよな。何？あ、足りてんのか。4つか。大きづち。ああ、そろそろ、大きづち卒業させてあげたいな。スライムの冠、パーベルトポンチョ。うん。相変わらず使えそうな道具は、ないよな。薬草もないよな。だって、薬草は、ドルマゲス戦でたっぷりというか持ってる分結構使っちゃったから、一個かな。うん。あ、もしかしてこれ、ゼシカの装備とか全部外れてんのかな？ぽいね。シルバートレイとか。そうだよね。さ、行きましょうか。今日はレイドンの塔行きます。もう、最近、もう風、か、ちょっと待って、なんかおる。倒しとくか。逃げるな！逃げるな！最近ね、やっとね、風が治りました。うん。風が治ったんでね。ベストコンディションでね、実況やっていきますよ。毒エンジェル。チーム呼んじゃおうか。さあ、フルボッコにしてやってくれ。毒エンジェルは別に いらないんだけどさ、強い、あれ強いか。なんかね、リリパッド系だけで揃えたら、そのボーナス的なのも、ボーナス技みたいな連携技か的なのもありますので。ああ、落ちちゃった。怪人系、毒矢好き、毒エンジェル。まあ一応入れとくか。いらないのは、ホイミンだよな。いても使わないもんな。
回復薬としてワンチャンあるかなと思ったけど、なかったからね。うん、このまま道なりに行く感じだね。じゃあバウムレに乗っていこう。で、ヘルクラッシャーの回収ももういけるんじゃないかな。うん。その闇の遺跡付近に。なんかランクをクリアするごとに解放されるモンスターが変わっ、あ、ごめんなさい。ちょっと、操作が。うん。変わってくるみたいだから。もう、闇の遺跡行ったらヘルクラッシャーおるんじゃね？先行った方がいいかな？バトルロードクリアさえすりゃ、武器手に入るしね。悩むな。ああ、うざい。どうしよう。普通に戦うか、うん。逃げてばっかりじゃね。その、おうおう、弱え。超弱え。笑ってんじゃねえぞ。殺せもう。すぐ殺せもう。はい。まあとにかくね、ストーリー先進めていこうか。うん。見えましたね、あの右側にあるやつ。いや違う、あれは木だ、ただの。ここら辺じゃないのかな。ゴーレム。ちょ、石の斧とか落とさん？石の斧とかさ。斧とか。石の槍とかさ。石の剣はいらん。石の剣は弱い。まっすぐ行ったらなんかあるな。小屋っぽいのがあって、左に進むと雪山。右に行けば、ライドンの塔。うん、まあ、寄り道しないで行こうか。看板だけ組む。雪越しの、あ、教会があんのか。はい。着いた。で、ここがね、また複雑なんだよな。なんか仕掛けが多くて、多分迷子になると思う。わしに用がある者は石の剣を持って、扉の穴を貫くがよい、ライドン。はい。道具。兵士の剣とか無理。ああ、早速宝箱が落ちてる。あれ？もしかしてもう速攻なんか仕掛け？速攻仕掛け？これ。あ、違かった。普通に入れた。登っていくか。最短ルートで登っていっちゃうからね。サイレス！強そう。戦おう。バカなんじゃない？こいつはバカなんじゃん。何してんの？速攻ベホイミ。結構攻撃痛いけど耐えられないことはないね。いいね、ザラキ。
ちょっと回復しときたいな。ガンガンになってるか。じゃあ、エテが回復してあげよう。レフマ。死なないでね。妖精の矢。おお、いいね、いいね。いいね。あ、封じ込められた？なんと。なんと。作戦変更。ククール。命。攻撃。ナイス。マホトン。いいよ、もう。60。余裕余裕。OK! お、なんか落とした。魔法の聖水。うん、まあ、ありがたい。はい。キメラの翼も落ちた。いいね。さあ、来ました。まずは、なんかスライムがいる。どうしたの？ダメキ重くて押してもびくともしないキュー。どけよスライム。この塔ではきっと役に立つキューよ。ちょっと待って、これどこに持ってくんだ俺は。あ、これはまず最初のチュートリアル的なやつか。ん？これか？ここかな。ちげえ。あ、いっぱいあるわ。いっぱいあった。まあ、とりあえず進んでいこうか。正面か、階段。マップはない。じゃ、こっち。ああ。ああ！あ、そういうことね。うん、理解。理解。これ切って。倒していこう。なあ！うっそ。まあまあけど、エテがザオーラルあるから。大丈夫。問題ない。あぶねえ、怖え。怖え。自分。一発で起き上がれ。ククール。よし、よし。簡単しとこう。まあ、とりあえず、あそこは、いいよね。普通に、まっすぐ行きゃいいよね。これ、また、入り口のとこ戻ってきたから、ここ、乗って、で、まっすぐ。すると、反対側に、行ける。けど、また、平らに戻っちゃうよっていう。左しか行けないの、こっちだな。で、次、どんどんだから上に上がっていかなきゃいけないからね。ラリホワル。ゼしかいないって結構きついね、やっぱり。あ、きついな。なんやかんやで、一番のアタッカーだからな。魔法。メラミとかあったらいいんだけどな。ベゲラゴン使うぐらいだったらモンスター呼んだ方がいいよな。攻撃でいこう。ちょっと MP も
不安だから。回復にも使わなきゃいけないしね。ナイス。でね、やっぱね、ドラクエやってるとさ、やっぱモンスターズがすごくやりたくなるんよね。モンスターズがすごいやりたいわ。今ね、モンパレやってるんだけど、超楽しいもん、モンスターパレード。モンパレ楽しすぎる。で、DQM の、スーパーライトもね、また最近ちょっとやり出してるので、これは、あ、そうか、これを、だから、普通に押せばいいんだ。押してあげる。じゃあ、上に上がれる。で、奥のあれがちょっと気になるから倒しとこう。あ、帰り道だな。うん。そのスーパーライト、今、イベントがいっぱいあって、んで、この前も言った通り、その魔王の卵が落ちたよっていう話したと思うんだけど、何これ。そのリフレクターっていうソフトがねつかなくてね今悩んでます。はい。悩んでます。あ、エビルスピリッツはちょっとこいつら状態異常してくるから逃げた方がいいかな。倒せるか。あ、やばいやばいやばい。あと一撃かな。妖精の矢。妖精の矢いいね。うん。これで MP。まあけど、気持ちしか回復しないな。気持ちだけだな。1とか。ナイス。うん、で、下から上に上がって3階かな ?3 階かな ?2 階から入ってきたもんね、だって。3階。で、左側に階段がありまして、右側は何もないから上がっちゃおう。この階段を上がりますと4階。で、さらに上に登れるけど、これは多分ダメだな。4階でまず何かしなきゃいけないでしょ。わかりにくくなってきたよ。何か、ある。5階。5階行こう。5階。反対側に、レバーがあって、とりあえずここ行かなきゃいけないよね。うん、で、まっすぐ行って、けどまた平ら下に行くから、また4階の反対側、4階の反対側にたどり着いたと。で、5階の反対側に今から登っていきまして、で、ここにはめればいいのか。5階の反対側。うん。これで下ろしてあげると。ん?何階だ今 ?5 階だよね。5階、え ?5 階で次6階に行けんのかこれで。いや、マジ混乱する。これで6階?だよね?うん、だよね。6階に行けました。右はない。こっち。6階の反対側に行かなきゃいけないのか。ってことは1階また降りまして、5階。ここ5階。とりあえず倒しよっか。